はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。した夜中ですね。こんな夜中にね、プロジェクターの研修をやってます。はい、今回はウイミウスの K8 ね、それから自動でパコンってね開くオートフォーカス自動台形補正 Android が搭載された最新鋭のプロジェクターです。450Hzぐらいかな、15000ルーメンだっけ、中華ルーメンだっけね、こっちが500Hzぐらいかね、表示上ではこっちの方が明るいです。さあ、おじいもねちょっと気になります。うん、で大きさ的にはこっちの方が若干ねちっちゃいです。はい、コンパクトで、レンジと位置はどっち側もね左側になります。はい、それでは K8 をね電源を入れましょう。ちょっと見えにくい、じゃあお好みにしましょう。はい、行きました。でこっちもね、電源を入れましょう。はい、あれ反応が悪い、来た。はい、中身の構造が違うね。はい、まあ Android 機なんでね。でこれがオートフォーカス。はい、でユーザーインターフェースがAndroid の方は Android メインなので、まあ一概にちょっとね比較はできないけども、はい、まあフォーカス具合はまあ眠いんだけど、まあこんなもんかなって感じかな。で K8 はどっちかというとこうちょっとピシャッときてるような、そんな感じに見えます。はい、それじゃあね、Android の方は HDMI にするのがちょっと面倒なんだよね。どっから行くんだっけ、本当ね面倒なんだよ。どっから行くんだ、アプリではない、どうだっけ、これか、あ、これだ。で、HDMI 一緒にして、あれ信号がないとおかしいな。あ、もう、スタンバイが時間切れだったんだ。ね、まあ、こんな夜中にさ、電気代が高いのにさ、ずっとつけっぱなしでさ、一度で切れちゃうまでつけっぱなしで準備しててさなんか悲しくなるな、ほんと。でこういう動画を出せばさ叩かれてさ、あれおかしいな。じゃあこっちの方か、めんどくせえな。ちょっと待って、よいしょ、ユーザーインターフェースがめんどくさいんだよ。あれ？あ、来た来た来た。これピントがボッキボケなんだけど、あれだね、自分でできないから一回消さなきゃなんないんだね、これはね。うん。でもう一回起動して自動フォーカスしないと。
あのフォーカスボタンがないんだよこれね。手動はあるんだけどオートフォーカスがないで反応が悪い。あのリモコンのねめちゃめちゃ反応が悪いで、いじれたいのでこっちを先にね起動します。よし、まあ、使い勝手は圧倒的に K8 の方が全然上です。それで、またか、めんどくせえな。わざわざこっち行けば逆に行きやがる。はい、音はこっちの方が圧倒的に大きいです。わかる？画面だとわからないかもしれないけど、肉眼だとこっちの方がツヤツヤに見えるけどね。まあ多分わからないだろうな。 K8 の方が赤がすごく鮮やかに、肉眼ではそう見えます。で奥のあの岩なんかもここのステッカーのね、これも K8 の方がくっきりしております。奥のこの山、まあでもこれはね、でも本当差が微妙だね。まあ、どっちが明るくて綺麗っていうか、あのこれね止まっててくれればいいんだけど、この山のここなんかピシャッとしてる感じがね、全然こっちもやっとしてるんだけど、まあ、すぐ画面切り替わっちゃうからね。で文字、フォーカスはね K8 の方がピシャッとしてる。よいしょ。はい、それではね、でおじいがこうやって並べてやってるのはね、あのいつも言ってるんだけど、まあどうせみんなこれスキップしてね倍速とかで見てるからおじいの話なんか聞いちゃいないと思うけど、あのコマ送りでいくとフレームレートの違いっていうのがね、どっちがどうなのかなっていうのがあるので、まあ興味のある人はコマ送りしながら見ていただければね、そういうところがわかると思います。まあどうでもいいよね。はい、でちょっと走ってみます。それで実際のねこのプレイ画面なんだけど、こうやって見た時にかなりフォーカスが甘い、眠いです。で K8 の方はほらしっかりと来てるね。こっちは眠い。ただオートフォーカス機能はついている。はい、もうこのコース全然わからないから走れない。
まあ、これはねトラップです前回走ったコースを走れないっていうね、まあ、このゲーム特有のトラップです。スムーズに滑らかなのは啓発。まあ、だいぶ画面のカクカク分かるんじゃないの、右側ね。まあおじいはこのコース知らないからね、あの全然走れないけど、右側ねすごいカクカクして見える。では三脚の位置を真ん中に持ってく。ああ落ちるんだよね。よいしょ。はい、じゃあ真ん中に持ってきます。三脚の置く場所がね本当に大変なんだよ。あのここ2段でこうしてやってるとね、三脚って結構床面積がないと本当しっかりと立てられないから、まあ見てる人には分かんないだろうけどね。はい、じゃあ行きたいと思います。この違いが分かるかな、分かんないだろうな。全開でつけるとこんな感じ、軽8の方が見やすいかな。これがミディアム、ミディアムって全部消す。もう日本語が分かんない眠くて。めちゃめちゃ綺麗。外国のあんま空間っていうのが
ちが K8 のスピーカー。はい、こっちはね、オートフォーカスの方。どっちがおすすめですか？画像で選ぶんですか？音声で選ぶんですか？ピントで選ぶんですか？何で選ぶんですか？コスパで選ぶんですか？機能性能ですか？オートフォーカスですか？台形補正ですか？アンドロイド搭載ですか？何で選ぶんですか？こっちはオートフォーカス、台形補正、アンドロイドまでついて何でも入りでコスパ最高だね。そうだね、スピーカーも大きいしね。スキップしててない、なんかフレームスキップしてない。まあ録画だとあんまよくわかんないかもしれないけど、肉眼ではすごい違うけどね。はい、それじゃあね、ちょっと YouTube 行こうね。あれ、これ今撮影してるこのウェブカメラ、これね、会議用カメラフォーマーコね。はい、それでね、今日これオープンボックスの動画を作ったんだけれども、すごいとっても綺麗なんだよね。すごい精細に映っている。色もいいし、この明るさ調整がすごい素晴らしいね。それでね、今これね、これ順光ではないんだけど、こっち側から光が来て、まあ順光に近い状態で撮ってます、今これね。でこの状態でウェブカメラをモニターの方に持っていくと、逆光で暗くなります、これね。それで逆光にも強いので、ちょっとそれをね、検証しようかなと思ってます。今日はね、ちょっとカメラをね、ちょっとこっちに持ってきて逆光で使ってみます。よいしょ。はい、今モニターの前に置いてね、もう本当は高いところに置けばいいんだけど、ちょっとこれ今回テストだからね、で今これね、本当通常のウェブカメラだったらもう全然撮れないよ、逆光で。それがね、普通に撮れてるんだよ、ね、
それでこのリモコンなんだけども、 Amazon のページを見ても公式を見ても、あとこのマニュアルを見ても、今回付属してきたリモコンと違うんだよね。リモコンがここに載ってるリモコンとついてきたリモコンが、リモコンが違うんです。使えるんだけどニューバージョンになってます。でね、今までの本来のリモコンにはないようなボタンもあるので、まあ、ちょっと迷いますこれね。そんなわけで今回はここの下の機能なんだけれども、これね、イメージモードっていうのはとりあえずないかな。今ここだとさすがにピントが来ないね、今ね、オートマチックだとね。でこ、まあ、そんな時にはフォーカスボタンがあるので、ここら辺だったらフォーカスがあるので、ほらね、マニュアルフォーカスで一発です。でここのね、ブライトプラスとマイナスと、であとここのバックライトね、でここがないんです。イメージモードっていうのはありません。でも、はい、こんな感じかな。いかがだったでしょうか、ね。まあ、これがね、ホームがないじゃん。こっちはホームがないのか。そうだね、ユーザーインターフェースが違うからね。よし。はい、まあ、これが K8 がね、やっぱロングラで人気がある秘密、うん、だと思います。滑らかで見た目が綺麗ね。こっちなんかこうスキップしてるような、あのフォーカスが合ってないし、あのなんかこうジャラジャラしてるしっていうね。ただ音は大きいよね、音は大きいです。さあ、じゃあどっちの方が静かなんですか、ファンの音が。ね、もうあのこれやるのがねバカバカしいんだよ。あの同じ行動時同じようなものを作ってて、であのつけるファンもあの同じのを使ってるわけだし、あの本当ね、買われたでしょ、側の形状とか何か、なんか本当微妙なところのほんの誤差なわけでね。だファンの音を気にする人はね、液晶テレビを買ってください。はい、そんなわけでね、まあおじいの口からは、まあ、それぐらいです。あとはこの比較を見てね、どう思うか。まあ、こっちは全部入り、蓋も自動で閉まるからいいよね、かっこいいよね、オートフォーカスがついてるよ、自動台形補正もついてるんだよ、アンドロイドもついてるんだよ、スピーカーも大きいんだよ、最新鋭だよね。はい、まあどこで選ぶかは人それぞれだと思います。各自判断をお願いいたします。じゃあね、バイバイ。